はい、こんにちは、116インズです。さあ今回はオークランドアスレチックスに関するお話をしていきます。昨年から本格的なチームの再建に突入し、今季もその姿勢を継続しているところでありますが、開幕から負けが込んでしまって、気づけば6勝24敗と非常に苦しいスタートとなってしまったアスレチックス。特に投手陣をめぐる状況が苦しいとか、そういう言葉で表現できるようなレベルではなく、チームでの防御率が30試合終わった時点で 7.53 と歴史的なレベルで投手陣が崩壊しており、アスレチックスの打線自体はリーグ平均を少し下回るくらいのレベルで現状推移しているんですが、それでは到底投手陣のマイナスをカバーできないようなここまでの打たれっぷりです。またアスレチックスは先日、新球場建設のためにネバダ州ラスベガスの土地を購入する予定であることが報道されたように、オークランドからの移転も現実味を帯び始め、チーム状況の悪さも相まって、現状本当に明るい話題が少ない春となってしまっています。しかしそんなチームにあって、ブレント・ルッカーの活躍は数少ない希望と言えるでしょうか。昨年オフにウェーバー経由で獲得したルッカーですが、現在23試合の出場とサンプルサイズは小さいながらも、打率3割3分3厘、ホームラン9本、さらにはリーグトップの長打率と OPS を記録。ルッカーは2020年にデビューした選手ですので、まだそこまで MLB でのキャリアがあるわけではないですが、シーズン9本のホームランはすでに彼のキャリアハイに並ぶ数字であり、アスレチックス打線の中軸として本当にいい活躍を見せていますよね。ましてや、もともとウェーバーで獲得した選手なわけですから、開幕1ヶ月とはいえ中軸に置けるレベルで打っている時点で、アスレチックスとしては儲け者とも言えるかもしれません。でこのルッカーですが、もしかしたら日本の野球ファンの方でも名前を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。ルッカーはマイナー通算102本のホームラン、 OPS9 割9厘とマイナーレベルではずっと結果を残してきた選手ですが、その成績をなかなかメジャーで残すことができず、実は昨年オフに日本球界行きが噂された選手の一人です。具体的にはオリックスが新外国人候補としてルッカーの獲得調査をしていると報道も出ていまして、その際に名前を聞いた方もいらっしゃるのかなと。結局ルッカーに関しては獲得調査の報道は出たものの、実際に来日したわけではなく、オリックスも獲得したのはマーウィン・ゴンザレスだったわけですが、アスレチックスに残った結果、スプリングトレーニングでは OPS9 割7厘と見事にアピールに成功しての開幕ロースター入り。開幕時点では明確なレギュラーではありませんでしたが、開幕してすぐにセス・ブラウンが IL 入りしてしまい、そこから本格的に出場機会が増えるようになりましたよね。現地4月27日のエンゼルス戦では大谷選手からもホームランを放つなどの活躍もあり、リーグの週間 MVP にも選出されました。ルッカーの成績を見てまず目を引くのが優秀な打球関連の指標ですよね。ここまで強い打球をコンスタントに量産し、バレー率 24.1% は MLB 上位 2%、 平均打球初速やハードヒットの割合も平均を上回る水準で、打球の質を加味した XBA や XWOBA などの指標においても現状 MLB トップクラスの成績を並べています。ただルッカーの場合、急にパワー面が開花したというよりは、もともとこれくらいのポテンシャル自体は秘めていた選手で、2021年にツインズで58試合に出場した際にも、全体の打撃成績はさほどパッとはしなかったものの、平均打球初速は91マイル程度、ハードヒットの割合も 48.7% となかなかの水準ではありました。なので今季のルッカーに関しては、もともとのパワーポテンシャルをよりコンスタントにゲーム内で発揮できるようになった結果と言えるでしょうか。彼の打席でのアプローチ面の変化も見ていきましょう。ルッカーはマイナー時代から三振もフォアボールも多く、ボールをしっかり見ていくタイプであることが伺えますが、今季のルッカーに関して言えば、打席に占めるフォアボールの割合が 15.6% とかなりのハイペースでフォアボールを選んでいる割には、三振の割合が 22.2% とほぼ MLB 平均の水準。彼のこれまでの MLB でのキャリア平均では三振の割合が 29.4% とものすごく高かったので、それと比べたら三振は今のところかなり少なめかなという印象です。ルッカーのここまでのスイング率は 48.2% と、これまでのキャリアと比べて特にスイングする割合を増やしたわけでも減らしたわけでもなさそうですが、どのボールに対してスイングをしていくのかに変化が見られ、ストライクゾーン内のスイング率が上昇しているのに対し、ゾーン外のスイング率が減少。今のところゾーン内外の見極めに優れていて、そしてゾーン内のボールであれば積極的にスイングしていこうという姿勢が見て取れます。一方でかねてよりあるルッカーの課題として空振りの多さがあり、今季もここまでスイング時の空振り率が 38.2% と、彼のキャリア平均と比べても、あるいは MLB の平均と比べてもかなり高くなっていますが、それだけ空振りしている割には三振を比較的少なく抑えることができているのには、ルッカーは2ストライクになるまでの空振りが特に多いという理由があるでしょうか。ルッカーのカウント別空振り率と昨年の MLB 全体の平均を比べてみますと、2ストライク時のルッカーの空振り率は 27.5% と、昨年の MLB 全体の同じ状況での平均 24.6% と比べて少し高いかなという程度ですが、これが2ストライク未満の場合、ルッカーの空振り率は 45.2%、 一方で昨年の MLB 平均は 26% と顕著に高くなっています。
MLB で打者として成功するために一般的に空振りが多いことはあまり良しとはされませんが、とはいえ空振りを減らすために自分が得意でないボールですとか、強く打てないボールに無理にコンタクトしに行くのも打者としてあまり良い戦略とは言えません。2ストライクでない限りは空振りが直接的にアウトにつながるわけでもないため、ルッカーはもしかしたら2ストライクまでは空振りを特に許容して強振する姿勢なのかもしれません。またルッカーは2ストライクでもここまで打率2割6分1厘、OPS8 割2分7厘とそれなりに結果も出していますし、先ほどご紹介した通りゾーン内外の見極めもできていますので、追い込まれても結果を出せる自信がある分、浅いカウントでの空振りを特に気にせずアタックできているのかもしれませんね。この他ルッカーは甘いゾーンをミスショットせずにしっかり仕留めることができている点もここまでの成功の一因かもしれません。ベースボールサバントではゾーン真ん中付近をハートという名称で定義していますが、このハートでのランバリューがプラス9点となっており、このゾーンでは MLB 全打者中トップの成績です。ゾーン内を積極的にスイングする姿勢を見せているルッカーですが、その中でも彼が狙っているのは真ん中付近のボールであり、そこを今のところしっかり仕留めていると。一方でハートを少し外れたゾーン、ストライクとボールの境目あたりのゾーンをシャドウとベースボールサバントでは定義していますが、ここのゾーンは少し苦手のようで、ランバリューもここまでマイナス2点。特に高めの速球系のボールに対して空振りが多く、今後はここを中心に攻められる可能性はあるかもしれません。同じアスレチックスですと数年前のマット・チャップマンも高めの速球系が特に弱かった印象ですが、研究が進んでルッカーもあまり得意でないゾーンを攻められるようになった時、どんな対応を見せるかはこれから注目したいポイントかもしれません。という感じで予想外に躍動しているルッカーについてここまでつらつらとお話してきましたが、アセチックス打線も彼の周りにものすごくプロテクションがあるわけではない中で、これだけの成績を今残しているのは立派だと思います。もともとウェーバーで獲得してきた選手であると冒頭お話ししましたが、ただ同然で連れてきた選手が今後も打線の中軸クラスの活躍を見せるのであれば、アセチックスは思わぬ掘り出し物を引き当てたことになりそうですし、場合によってはトレードデッドラインで大きな見返りをアセチックスにもたらす展開もありそうです。またルッカーにとっても冬に日本に行くことも検討した中で、まずはシーズンにいいスタートを切ることができたと思いますし、2023年シーズンが彼にとって MLB に残って良かったと思える年になることにこれからも期待したいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。